原型外野席からの眺め山室野球場は、大韓民国ソウル特別市松白山出動のソウル総合運動場にある野球場。正式名称はソウル総合運動場野球場。通称、山室。韓国を代表する野球場である。本球場では、韓国プロ野球の LG ツインズとトサンベアーズの2球団が本拠地として使用している。このため、 シーズン中は月曜日を除き、ほぼ毎日プロ野球の試合が行われる。本球場は世界野球選手権大会やソウルオリンピックの野球競技のメイン球場として国際試合の開催を意識して建設された。1982年に開場すると同年発足した韓国プロ野球 MBC 清流の本拠地球場となり、さらに1986年からは OB ー,ーベアーズも本拠地として使用するようになった。ホームからセンターまで125メートル、両翼まで100メートル、左宇宙間まで120メートルと、その広さは1990年代前後に建設された日本の球場よりも広く、メジャーの球場にも引けを取らないほど、メジャー帰りの笹具重魂からも、デグや広州の球場は 1A クラスだが、3室はメジャーレベルと、 コメントがあった。あまりの広さのため国内にある他の球場よりもホームランが出にくく、韓国野球界では極端に投手有利な球場として知られている。2009年シーズンから LG ツインズ主催試合でのみ稼働フェンスを設置し、両翼はそのままにセンターや宇宙間が4メートル短縮され、フェンス自体も従来のものより低くなったが、 このラッキーゾーンは2011年シーズンに撤廃された。中堅広報に電光掲示板が設置されており、左側の画面には12回まで表示可能のスコア、メンバー、アウトカウントなどが表示される。右側の画面は大型ビジョンとなっている。すべての野球場でスコアボードに表示されるボールカウントの国際基準、ビソへの変更に伴い、 東急城と SKY バーンズの本拠地の文割、野球場、ロッテジャイアンツの本拠地である社食野球場も従来のサボーからビソに改修された。1988年にはソウルオリンピックの野球競技の会場となった。1999年にはシドニーオリンピック野球競技のアジア予選が開催された。韓国プロ野球年間総合優勝を決定する。 韓国シリーズの出場チームの本拠地球場の収容人員が両チームとも3万人に満たない場合、韓国シリーズの5、6、7戦が投球場で行われることになっていた。これは同じソウルの軌道野球場を本拠地としているネク戦、ヒーローズが同シリーズに出場した場合にも適用された。なおこの規定は2015年で廃止され、2016年からは、 韓国シリーズに進出する2チームの本拠地でのみの開催となるため3室で開催されるのは LG、都産のいずれかがレギュラーシーズン1位で直行するか2から5位によるプレイオフなどのポストシーズンの試合を勝ち抜いて進出するかのいずれかになる。なお2016年、2017年ともにトサンが進出したため韓国シリーズは開催され続けた。また 2005年6月29日には、日本プロ野球パシフィックリーグ公式戦として、千葉ロッテマリーンズ福岡ソフトバンクホークス戦が行われる予定であったが、前日のように球場の空き日がなく、衛星都市である新川の文革野球場での開催に変更され、その後工業面での調整がつかず中止となっている。均等中の場外本類だ落下地点を表す。 メモリアルプレート2000年5月4日、登山対ロッテ戦にて、登山の均等中が、エミリアーの議論から放った打球が、レフトスタンド後方のフェンスを越え、推定飛距離150メートルの投球上初の場外本塁打となった。それを記念し、ボールの落下点には、メモリアルプレートが埋め込まれている。二千六年に開催されたハンファイングルス対サムスン、ライオンズの韓国シリーズでは、 ホームチームであるハンファが3塁側ベンチを使用していたが、スコアボードには、ビジターチームが3塁側、ホームチームが1塁側になるというアクシデントが起きていた。2009年10月24日に開催された、キアタイガース対 s k ワイバーンズの韓国シリーズ第7戦は5から5の同点の9回裏。 ラシカンガイアシュのホームランでサヨナラ勝ちを収めたキアが対戦成績を4勝3敗で終え12年ぶりの韓国シリーズ優勝を決めている。MVP には優勝を決めるサヨナラホームランを放ったナジワンガイアシュが選ばれている。ありがとうございます。